で、まあこの目指すところのこのゾーン、ゾーンというか、まあ、アウト書きました。はい。もう書いたの覚えてる。書いたアウトゾーンはショートは。ショートの方は。まだあるんだ。ロープ、まあ、2人だけやからな、それ言う、グループ言ってるのは。分からへん。分からん、分かって。まあ、もう結構前回と同じ感じで、基本的には。まあ、この最終コーナーから、この審査員の、振り出しまでは、別にグリップでも何でもいいです。本当に何でもいいです。どれとしようがしまいか、どっちでもいいです。とにかく、車速をなるべく乗せてきてくれて、あと審査員席はここにあるので、振り出ししっかり振りはあった方がいいです、もちろんパチッと振った方がいい、角度もあった方がいいからの、ゾーンは一応ここに書いてます、書いてあるので、ゾーン全舐めした方がいいですけど、まあ途中入場でもいいです、途中退場でも、まあ、そうそう、でもいいけど理想は全舐めです、はい理想ですよ、キャプテン目指すな、無理やな、無理じゃないって、あれだよ、え、まあ、ちょっと上手よちょっと上手よ、そう、一応なんか前回このドラ倒れたりなんやでちょっとくれまったらしいですけど、基本的にはまあここは一応勝ちます、目指してほしいです、なぜなら昨日走ってる人を見ると割とみんな前回終わってから多分ここを狙うようにスタイルになってきてくれてるので、話のレベルを底上げできてると勝手に思ってますので狙ってほしいです一応でもまあ、狙ってほしいだけなので、まあ、絶対に舐めないと通らないわけではないので、まあ目指すところはここっていうところでやってほしいかなと思います。あとは立ち上がりは、まあ、この辺はもうなんかサービスコーンかなと思います。グリップつかないようにどうでもいいので、まあ、しっかりアウトをアップして、アクセル旋回して繰り返していってくれたら OK です。ちゃんと繰り返しまでなのでよくあるんですけど、ここでハーフスピンは NG です。あのパキッと返せるとは言わないので抜けていってください。この辺はそこまではちゃんとやってほしい。めっちゃ引っ割と見えてるので、なんかならんようにして、ね。減点はないってことだよね。減点は相当しない。僕減点しないことは、減点そんなにしないことしないことそこで結構パキって、家庭は一緒です。エキスパートももちろん、あ、そう、ショートはミドルのエキスパートも、基本今言ってることは一緒です。ここはもう別にグリップでもドリフトでも何でもいいです。車速は乗せて来れば来れば来るほどもちろんいいです。で、山がちょうどあるから、ここは山があるからポイントなんですけど、やっぱあれが邪魔で、邪魔でなんか変なこのサーキットで言うのは怒られる。この山がやっぱポイントですごいこう、ちょっと半端にやるから難しくなってるんですけど、でもそれがやっぱりここのサーキットの難しさなので、ここは攻略してほしいな。着地してからじゃないと分かんないです。そう、アクセルをどこまで残すかっていうのもやっぱそれが変わってくるので、そこはうまくやってほしいなと思ってます。はい、道に行きたいですか。オーバーは学生さんです。オーバー、でも昨日一緒に市民が勝手にまあ、結構でっかくゾーンはほぼ国立だけど、アウトはあのダートダートをガソリンはもう藤井君に渡したの、まあ、ダートじゃあちっちゃいのかダートに行くのかがどっちも栗田、ちっちゃいよりはダートを釣ってもぐらいの方がいい、
でもまあ、ドア触れする人を言うのちょうど黒いところがあこれがミンコだとしたらミンコアスファルトですね。ベストアスファルト、ベストアスファルトですね。ベストは前回ラウンド2のピューラーのイメージを YouTube で検索したら出てくるので、あとこの辺にあのワコーズさんがたくさん立ってるんで、あの人身事故になるんで、あーそうかそう、それ考慮でお願いします、はい、ワコーズさん引かないようにしてるそれは引かない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 多分10-0なんで10-0ですね。そう、多分実際こんな難しい無理やんって思う人も結構いるんですけど、あの割とできる数も大丈夫、あの切り角は欲しいけどね、切り角さえちゃんと切り角は甘めとちょっと辛いかもしれないけど、次行こう、はい、はい、おは、質問ないですか、大丈夫ないですか、はい、岡村さん、はい、岡村さん、岡村さん、勝負あ、バッチリ、いらない、はい、じゃあロングしますか、準備が良かったら行ってみましょう。それでも寒いんで5台ずつでも割とフロントタイヤ問題が出そうなんですよ。そうですね、はいはい、もうコースにウォーミングアップですね、はい、じゃあまず行きましょう、はい、まずは前傾40番ヒロタ龍平、はい、メイクヒロタですね、はい、メイクヒロタのご本日をお世話になってる人、あら、そうです、もっと怖いです、もっとやばいはい、ヒロタ龍平やばい、いきなりめっちゃうまいわ、ね、いきなり決めてきたなんだあいつ今のまあまあよ、そこを上げますねまあまあよ、あのヤバイチの時にエイトで集大さらしましたからね、あ一番今日のいきなりの1本目でまあまあ高得点、まあ、はい、続きまして前傾39番サンダーお兄さん、はい、あれちょっとまたトラブル発生や、なってなかったランクあたりのとね、いろいろネジがどうだこうだ言うて、あ、ネジが足りなかった、何が壊れたんだっけ、来ますよ、えフランクのネジいるんだ、フランクのネジ知りたかよ、大惨事やないですか、まだいるんだそんなことある、はい、続きまして前傾38番吉田道夫さん、吉田道夫さん、なるほど、悩んでた割にはまあまあ悩んでた割には、エキスパートですね、エキスパート、そうですね、ちゃんと本番集中して、まあでももうちょっと欲しかったけどね、お、さあ、しまってください、ゼッケン37番、北島、車かっこいい、成功自動車、車かっこいい、車かっこいい、まるで新車ですね、ターボ付きです、新車です、あ、そうかターボ付きですよ、ターボ、ターボ、お、そう、ターボなんで結構速いですよ、あ、本当ですね、まずいいねさ、うん、みんな1本目結構いいですね、いいね、いいよいいよやるやんやるやん、まるでエキスパートっすね、
一応エキスパート。はい、続きまして、全県36番、ジェイス。そう、ジェイス。はい、フォーミュラ D3 に出てくる。そうですね、3で全然出てきてました。あんまピチピチの走りじゃなかったですよ。そうですね、なんかもっと生きがってほしいです。うん、生きがってはなかったな。なんかさあ、こんなもんで1本目どうでしょう。はい、続きまして2本目ですね。ゼッケン40番、はい、広田の2本目。さあ、1本目よかったです。よいしょ。別に悪くないよ。全然。うん。ベースが高いな。朝の朝のショートのベースが良かった。やっぱいいですね。はい、続きましてゼッケン38番の吉田ですね。はい。はい。もうちょでも2本目やったらもうちょっと攻めてほしかったな。そうですね、どういったソルカに攻めてよかったなと思います。まあ、ちょっと戻りもあったんですね。さあ、37番、北芝。まあ、北芝はもう一歩フリーとかハムドとかハムドとか何かあるんですよ。刺激が足りないです。刺激が足りないですね。当時の刺激が足りないです。刺激ありすぎたらあなたのやつ。刺激の問題。はい、2本目ジェイス。ジェイス、ジェイス。ゼッケン17歳。いや、おかしい。ゼッケン36番。はい、ジェイスの問題。はい、以上でまず1グループ目終了となります。結構いきなり広田さんがペースを上げてきたから。そうですね、一発目からガツンときましたからね。ガツンときましもう結構惜しいかなと思います。どうぞどうぞどうぞ。いけるかなと思ったけど、レブルが可愛い。純正ポンピューターパパパパパンのやつ、なんか街乗りでもできそうなの。パパ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 。はい、続きまして、ゼッケン34番、鈴木 S1号、イケイケブルー。イケイケブルー、イケイケやぞ、パンブルーは。さあ、行こうよ。頑張りすぎた。ねえ、今晩はしょうがないですね。はい、行きましょう。続きまして、ゼッケン33番、前原 S1 さん。さあ、もう、関西の長老ですかね。長老から一番激しい。長老やけど、多分、スナッパー、多少しとんでたからね。下がってるじゃないか。ちょっとミスやね、これやっぱ。はい、続きまして、こちら、ゼッケン32番、北村 S1号。はい、北村、これも関西からのスカブです。滋賀から来ました。こちらも関西からですね。ゼッケン31番、はい、北山今日。さあ、山市の審査員をしてますね。そういえば、そうですね、山市の話。山市の話。すごい。
今日はいきなりピンチ。やばい。いきなりピンチ。ピンチ。早々にピンチ。バックができない。1投目からちょっと攻めすぎる。やばい。やばい。話が狭かったですね。狭かったですね。はい。ショートですね。そうですね。意外と狭かったというか、まあ、オーバースピード。はい。じゃあ、ここから2本目ですね。35番、横山の2本目。はい。さあ、横山です。一本惜しかったけどね。さあ、2本目。辛いのはきつい。いきなりピンチですね。これだってロングを相当な点数決めないとちょっと心しきついよ。これ一時要請ですよ。はい、来ました。イケイケブルー。さあ、そして実は追い込まれている鈴木さん。ガレクリ鈴木さん。そうですね。実は追い込まれています。瞬間から怪しいと思ったけど、やっぱ怪しいです、はい、怪しさ満点やったね。ちょっとポイントちょっと思いました、はい、33番前原2本目。さあ、今日前原ちょっと良かったね。夏があってもしょうがないけど。前傾32番北村2本目。うん、どうぞ。1本目、2本目ちょっと持ってきたから怖くないですね。そして1本目の失敗者前傾31番北山京吾、はい、4本目。さあ、どうぞ。ファッション重視でファッション店でカバーできるんですからね。大丈夫。はい、来ました。3グループ目。さっき香水間違えたミスター M が気持ちが流行ってしまった。ミスター M、かかり気味です。
気はあったけど、うまく飛ばしていく感じは上手です。やりますね、速く走りたいおじさん。で、気持ちが流行るおじさん。さあ、そして出て29番、ミスター X。さあ、X とは誰だ。 X は誰だ。分かっていた。です。あれあれであのミスだった。まあまあそこまで。今の攻めたね。今の絶対回れん感じだったんですけど、一応ギリ回ったっすね。さすがっすね。続きまして、ゼッケン28番ミサ F。 さあ F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 可変ウィングが来ましたね。あれは可変した瞬間ちょっとオーバースピードちょっとボタンを押したんです。あれ多少変えたんですね。ちゃんとボタンを押しましたから。なるほど。やりますね。あとでオンボードカメラ見たら。さすが。パチンって、あ、やばい、パタンって。はい、そんなシステムが出てる。はい、27番、田中の1本目。さあ、やりました。ちょっとですか、結構ちっちゃかったな。結構ちっちゃかったちょっとでねえな。時代分ちさそうだね。嬉しいな。はい、続きまして、ゼッケン26番 Z3 差ですね。中園の1本目、中園さん。さあ、中園さん、そう、 Z といえば中園さんですね。やっぱさあ、さあ、ここから2本目ですね。 M の2本目。さあ、ミスター M になりました。 M、 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 M さんね。 M さんです。たぶん、あ、2本目の名前が見えた。1本目、2本目。そうやね、そうやね、わかるわ。なんか今のブレーキがちょっとね、ごまかしかかった感じが。全体的にごまかしかかった。ごまかしたね。でもごまかしてもちゃんと大失敗しないの。さあ、できるように言えば、ミスター K! さすが。あんなにホイール出さいのに。ホイール出さいけど走るかっこいい。今の結構もうあの車的にはいっぱいいっぱいちゃうから。はい、28番 F。 はい、 F。 F。 おぉー、カフェが多分ね、今、いやー、そうやね。あー、レッテレッテ。今、カフェウィングのボタンがタイミングが悪かった。アンダーに変わったから、多分。多分。知らんけど。あとで多分オンボード見たら分かりますね。ついてないけど。はい、27番、田中の2本目。さあ、来ました、中園の2本目。さあ、2本目、これもうちょっと頑張らないと。思い切りが足りなかったです。すごいラインは通ったけど。